姉妹は、江戸時代、米俵から、米の品質検査用に少量を取られたサンプル米。しかし、後に、中市のチンとして、米俵から一定の割合で抜かれるようになった米を、刺すことが多くなった。当初は細い竹を斜めに切って、竹やぎ帳にした、死を米俵に突き刺し、市の中に少量入った米を取り出して、米の品質を確かめた。 純粋に検査用サンプルを取る目的だったので、血に使う竹は細く、また節がつき、検査に必要以上の量の米を取るものではなかった。しかし、やがてしまいわにこぼれ品などと同様に中市の取り分となり、彼らの現物賃金の監修として、米一票につき午後を取り出すのが情報となった。後には、中市が取り分を増やすため、それ以上取り出す弊害も見られるようになった。 この場合に使う、シワタケも、太く、節を抜き込めだがらに刺すと、いくらでも米が流れ出してくるようなものになった。江戸時代の大阪には、年間200万票の米が集まったため、姉妹は1万国の領地からの年ぐ米相当にも、なった。大阪の中しらは、総勢8000から9000人ほどの人数であったが、彼らの支配層である上中市には100国から200国、 中には300国も得るものがいた。この習慣は大阪ばかりではなく、全国各地で行われたが、明治に入り廃止された。なお、同じく、差し米と読むが、さまいの字を当てるときは、上記の意味よりも、年貢を納める際に運搬中に減る分を見越して、多めに納入する分の米を指すことが多い。ありがとうございます。